どうも皆さん、おはこんばんにちは、オットジアです。ボイドバスターズ、メロさんと一緒にやっていきたいと思います。PAC 嫌い不設感、まだ来ましたね。で、ここに ID カードがあるということで、で、結構ね、わかんない、これを潜っていくと、深度どんどん下潜っていくと、難易度が上がっていくのかどうなのかっていうね。ただ、もし簡単なのであれば、まさかの難易度変更ございますんでね、皆さんよろしくお願いいたします。じゃあ行ってみましょう。乗船、久しぶりに行くな。レギュレーター、スパイカー、いるのはスプーク、管理人、スクリープで、友達が乗船してるってことなの。この中の1種類が味方になってくれるんだよね。味方になるってことは戦ってくれてんのかな。で、怖いから一応ザッパーを持っていこうかな。レッツゴー、乗船。FTL 早速あるね。で、ここで燃料ゲットできるでしょ。で、発電機、警備の居住室、通り、酸素、魚雷を販売している。魚雷を販売している。へえ、核銃、やべえなこれ。不設感ちょっと怖いね。じゃあ、まあ、どこかに ID があるから探しながら行くしかないね。行きまーす。ちょっと久しぶり。なんかもう戦闘音がする。もう、そんなビリビリしてることある？警備ロボットだ。ああ、カメラ。あっ、あー、管理人が今回味方だ。でも超ビリビリしてる。友達が管理人がやられちまうぜ。いや、敵だわ。普通に敵だったわ。どこ？なんか落としてる？なんだ、どこ？なんか落ちて、あー落ちてる。なんだこれ、スクライバー。オッケーオッケー。怖えな。発電機エリア誰もいない。湧いてくるのがあるね。ザッパー、スパイカー。あ、味方だ。わ、やった。スクリーブ、味方とか最強じゃビリビリ当たっちゃう。当たんねえ、こいつら浮いてるから。ふぅ、最高だぜ。味方がいるとは心強い。しかもスクリーブだぜ。回収回収。味方入れいるバージョンは最高に楽だな。はい、酸素補充してしゃがみ。監視カメラあるね。そうすると警備ロボットが出るか。警備ロボット起動。ちょっと待って、来るな。あ、スクープ。お、拾ったぞ。毒当ててやったからな、今。スクープどこ行った？あと、ここ拾える？どっかで消えたな。警備ロボットがどう来るかだよね。こんだけビリビリしてたら警備ロボットもここまで来れんだろう。ほっ、よいしょ。お金もゲット。怖っ、これ落ちたら終わりじゃねえか。えっ、よし。あ、ザッパーあるから止められるだろう。ぶっ壊れろ。オッケー。あ、味方来た。
スクリーム味方最高だぜ。地図をダウンロードしたから、ここにあるね、パーツが。ダウンロード、スクリームよろしく。君人間がイナバウアーしてるというか、なんというか、めっちゃネクタイついてる。勝手に倒してくれてるでしょ。お、あと反対側にもある。余裕。お、ロックかかってる。開けます。オープン。起爆装置ゲット。え、仲間だ。ほう、気をつけてね、ビリビリしてるから。あ、警備ロボットがまた。これどれ、いやでも破壊されて、あれかな、スクリームたちも見つかってることになっちまうのかな。戻ってまいりました。回収。しゃがんで落ちてる。いやー、スクリームが味方。お、 ID カードゲットしたよ。そうそうそう、もう用はねえな。はい、あいででで、で自分で当たっちまった。警備ロボットがビリビリしてる。さよなら。警備ロボットも買えそうだな。これに引っかかって終わりか。あ、なんか落ちてる。ふん。ふん。スプーンならずふん。スプーンでもないの、あれ。スプーン、フォークスプーンとかじゃないの、あれ。さあ、ID カードが作れるぞ。そうね、偽造は良くないよ。リサイクル。あれ、フーンって言うんだっけ。クラスタフラッグ。小さな爆弾がたくさん弾け飛ぶ。爆発に巻き込まれるな。住民カードを作れるようになった。必要事項を完了してボイドワークに戻りますか。オッケー、でもこれだけ作っとくか。クラスターフラッグ作ります。ボイドワークに戻る。おお、できた。メルさんの免許証が。FTL ドライブを再起動させましょう。はい。おっ、マジか、短縮してくれんの、俺の刑罰。やったね。おっ、なんか出てきた。さてと、こいつを認識させて。エラー？どういうこと？未登録の住民カードを使おうとしたようですね。人事部で住民カードの登録を忘れたのですか？おい！ねえじゃねえか。人事コンピューター盗まなくて。おお、実績のロック解除しました、ゴマスリ。めっちゃ穴開いてる。Please contain your excitement while I issue you a bonus client care package. おお、あ、ちょっと嬉しい。いっぱいもらったね。ありがとう。コンプレッサーが手に入ったな。Your action items: obtain a tactical computer, a wiring diagram, and a mouse ball. 戦略コンピューター、配線図、マウスボール。マウスボールって完全にさ、あれでしょ、昔のマウスでしょ、中に。コロコロが入っていた、よく学校とかに置いてあるパソコンにくっついてるやつだね。そう、学校のパソコンが古いみたいな感じになってるけど、大体あるの、そんなイメージだったよね。昔は全部それだったんですけどね。汚れてくるときれいにしないとね、なかなかうまくマウスが動かなくなるんだよね、あれね。お、トレーナーとリブリーザー作れるようになったな。まあ、そんなに必要ねえんだよな。お、ネビュラへ加工。強いですね。 Yes. Does this present OHNS challenges?
おそらか。するんかい。猿でもわかる手術。配線図はこちら。じゃあちょっと深く潜っていってみますかね。レッツゴー。乗るか。ジャームスパイカーがここなら手に入るし、体力も回復できるようだから、一石二鳥ってやつか。行くぜ。まだまだハンドガンがある。で、クラスターフラッグ持ってってみよう。ザッパーはいらないかな。キーボットで。住民がメリットを持ってる、お金持ってるみたいだな。すぐ左。シアターって医療を行う場所っていう意味あるんだね。映画館のシアターではなく。ポーズを解除して閉じる。まあ普通にアイテム拾いながら行くぜ。これ電源入ってるな。かっこいいクラスター。ツーリストか。お、開けるー。近づくんじゃねえ、それ以上。回復。絶対ダメージ受けると思うんだよな。あ、本当にメリット持ってる。どうしたどうした、落ち着け。びっくりした、急に出てきたの、たくさん。めっちゃメリット持ってる。まあでも1とかだな。マップゲット。こっちは行き止まりでしたな。おお、スクープか。そんなに強くないね。帽子がファサーって落ちてたな。まだなんかある。ツーリスト見っけ。どこ行くの。ほっといた方がな、うまく使えるかな。ちょっと使ってみたいんだけど、それはそれで怖いっていうね。どんな動きするか。サンドイッチ。あー、FTL 行ってガソリンゲット。お、アンロック。クラスターフラッグ打ち込んでみるか。はいよ。あ、打ち込むっていうか、そういう感じ？あ、パーンってなった。あ、ちょうどスプークがあそこに出てきた。結構長い間爆発するんだね。あ、もう一回拾えるの、しかも。じゃなくて今弾が出ただけかな。こっちだね。おっ。はい、どうぞ。痛いじゃねえか。監視カメラ破壊。あー、でも警備ロック。俺って、おーおお、やばい。あ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。警備ロボットめっちゃ強い。あー、倒した。危ない。158。待って、警備ロボットめちゃくちゃ強いじゃん。一旦ちょっと撤退しようかな。撤退しよう。危ねえ。難易度変えるなんて話してたのに、サクッとやられるとこだったぜ。いや、一回回復しに戻ろう。せっかくここにいるんだ。うわー、警備ロボットやべえな。
いや、ザッパー持ってかなきゃダメだ。早く。よし、全回復だ。ギリギリセーフ。あいで、クルチって。あお、滑るね。まだなんかあるぞ。うるさい。もう警備ロボット1台破壊すれば大丈夫か。あの強さだもんな。あー、ここでも食らうのね。いやー、もうちょいでやられてたよ。おやすみ。顔回復して、あ、でもほとんど拾ったもん。燃料一つはいい。今回いい勉強になったな。警備ロボットはダメと。マジでやべえ。積み込め、リサイクル。スパイカーってのが、あ、スパイカーのアップグレードか。ジャームスパイカー毒ダメージのスピードと合計ダメージが2倍。こっちにしましょう。強化で、さらに下行ってみるか。ベテラン管理人、ちょっと強そうなのいるで。体力は大丈夫。ネブラの嵐、ネブラ深度の住民。え、どういうこと。あ、深度じゃない、深部か。はは？いつもとは違う敵がいるのかい？なんだこれ？海賊船ついてる。へえ。またワームホールに飛ばされちゃうんだよな。ちょっとこの中入ってみますかね。お邪魔しまーす。ホッチキス、トースター、強そうな敵がいるので、で、ザッパーと、せっかくなんでね、強化した毒の銃を持っていこうかな。オッケー、左と右レストランがあるな。そう、なんか見たことない敵いなかった、今思えば。しっかりチェックしてな。監視カメラはダメ。どっち向いてるかわかんねえな、これ。カメラがバレないようにいけるか。あった。オッケー、壊した。アンロック、コンプレッサー、なんかいんな。ベテラン買って、強え。しかも何あれ、ちょ待て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 、あっちょいて。あのシールド何、どうやって倒すのあれ。あれ、一気に敵強くなりすぎじゃない。426。いやいや、もう難易度なんて変える必要性全くねえな。いる。あれどうすりゃいいの、あの敵。あれ、ロック状態になった、いつの間にか。攻撃通らなかったもんな。あれ全部ロック状態になってんだ。どういうこと、誰かいじってる。
あ、虫眼鏡はゲットしたな。あー、ゼックってキャラなのか。うわー、すげー、正面にバリア張ってんだ。だから、見つかった状態じゃ勝てねえんだな。やーべえ。ゲット、メタルチューブ。まあでもいいね、スパイカーを強化してるからこれで気づかれねえように後ろからトゥッつってやりゃいいんだ。気づかれたね。ゼックやばい。うわー、戦っちゃいけねえな。何あのペイシェント。うわぁ、なんだあれ、ちっこいのがたくさんいんのか。おい、ちょっとあれか、やっぱり乗ってない敵も出てきちゃってる感じだよね、このネビュラの嵐のせいで。ここはもういただくもんはいただいたから帰った方がいいかな。操縦室行ってマップだけダウンロードして、なんか良さそうなものあるかどうかだけチェックしようかな。エアロック、あ、もう警備ロボットいねえぞ。ダウンロード。ああ、そんな感じか。結構あるじゃないの、客室と、あと居住室の方に。やったー。ロックかけるまで時間かかるんだよね。いやー、こんなにやべえ敵が出てくるとはな。メロさんの体力が一気に下がっちまったぜ。500あっても足りねえってやつだな。防御力とか上げていきたいところだけど。うわー、家庭教師が。どこにでもいる。あいつ倒すには爆発物系なんだろうな。ステップだから多分大丈夫か。いや、いる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 。ステップだ、あいつの足音は。帰りまーす。いやー、こんだけやべえやつが出てくるとはな。リサイクル。はい、ということで今回はここまで。これ作っとくか。酸素結構減ってたしな。あ、どっちも作れるね。はい、で下行くとワームホール入っちゃうから前へ行くか。でも虫眼鏡もう持ってんだよね。ワームホール入っとく。行きまーす。さあどこへ飛ぶ。おー、そこ行った。 EMP 爆弾。今思えばこの古びた EMP 爆弾を回収するのはいいアイデアではなかったかもしれない。これが爆発して周囲7日分の移動範囲にある船を全滅させる前に幸運にもパル・スティーブに爆発を中止させることができた。海賊全滅、物資トラック全滅、ゴミ収集車全滅。ボーン、ちょっと下の方で爆発したね。データストアの方にだけ降りて、お、データ49。まあもう少しで配線図のとこ行けそうだね。ところで次回も楽しみに。ほんじゃまたなー。